こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾン室を始めたら、アカウントを作ったらね、毎日やるべきこと、セラーセントラルは毎日チェックをしてくださいというお話です。セラーセントラルを開いてね、パッと見て、問題ないかなというぐらいしたら、ほんと1秒でできるんで、毎日必ずチェックしてください。で、特に、このバイヤーメッセージ、これね、24時間以内に、返事をしないとアカウントの状態悪くなりますんで、ここ見落としもないように。それからね、このセラーセンターに出てませんけど、こういうね、黄色、場合によっては赤なんかでね、表示されているものは、すぐに対応が必要なものがほとんどなんで、表示されたらね、これ何でしょうという形でね、ご相談ください。ちなみに他の項目なんですけど、売れるとね、これいくら分売れましたという表示になります。で、オーダーが何件あったか、ね、売れるとこのオーダーが何件あったかという形になりますんでね、今回のこのセラーセントラルは始めたばかりでまだ売れてない会員さんのもんなんでね、ここに数字をつくのを楽しみに毎日眺めていただいて、かつね、カード取れてるかどうかここでチェックしてという形でね、チェックしていっていただければと思います。また、セラーセントラルの見方とこの数字何でしょうかと気になったらね、ご質問、確認お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。